古代のタウリカとその周辺。ロンドンで印刷された地図タウリカは、古典古代のクリミア半島を指した地名である。この地名は近世まで用いられた。古代ギリシア人は、この半島の住民であった、タウロイ人の民族名からタウリカの地名を名付け、クリミア半島はギリシア語で、半島を意味する、ケルソネソスという単語を用いて、タウリケケルソネソス、または、 ケルソネソス・タウリケと呼ばれた。この地名が、ラテン語化して、ケルソネス・スタウリカとなり、単に、タウリスとも呼んだ。また、この地名のロシア語化したものが、近現代に、クリミア半島の別名として用いられるタブリダである。クリミア半島東部のクルオバイ石で発掘された、スキタイの金製品ギリシア神話において、タウリカは、フオアガメムノンによって、イケニエに捧げられた。 ミケーネの王女、イピゲネエアが、女神アルテミスに救い出されてから送り込まれた地として、登場する。アガムメノンは、トロイ戦争に出征しようとした時、逆風が吹いて、船が出せなかったため、アルテミスの怒りを沈めるために娘、イピゲネエアを差し出した。死の間際に王女を暴れんだアルテミスは、彼女の命を救い、タウリカにおける自分の神殿の神官とする。 神殿で、イピゲネアは捕らえられた、外国人を生贄にする役を務めていたが、そこに、生贄として連れて来られた弟のオレステスと再会し、女神の助けを得て、ギリシアへと帰国する。タウリカの最初の住人は、資料によると、キンメリア人であった。ヘロドトスの歴史、ストラボンの地理史に記されるところによれば、紀元前7世紀にアラクセス川を溶かしてきた。 アジアの遊牧民スキタイ人によって追い払われて、タウリカに逃げ込んだキンメリア人は、山岳部に避難し、後にタウロイとして知られるようになった。前述の通り、タウリカの地はこのタウロイ人に由来している。スキタイはタウリカ内陸部のステップまで支配した。アケメネス町のダレイオス一世が、スキタイ征伐を行うと、スキタイは、 周辺所属に死者を送って、諸民族を救護しようとしたが、タウロイは、スキタイの言うことは信用できないとして、協力を断った。ギリシア人の植民地ケルソネソスの遺跡、セバストポリ紀元前5世紀に、国会北岸に建設された、ギリシア人の植民都市ギリシア人の植民者は、紀元前6世紀に、半島沿岸部にテオドシアやパンティカパイオンなど、 数多くの植民都市を建設した。その中でも有名なものが、現在のセバストポリ近郊にあったケルソネソスである。ヘラクレアポンティカからのドーリア人がケルソネソスへ、ミレトスから、イオニア人が、テオドシアというように植民者が定着した。植民都市の下で、肥沃なアゾフ海沿岸からギリシアへと、穀物や蜂蜜を運ぶ交易路が成立すると、 植民都市の相互連帯が進んで、ギリシアの母都市から自立し始めた。紀元前5世紀前半に、アゾフ海と国海をつなぐ、キンメリオス・ボスポロスと呼ばれた、現在のケルチ海峡を抑える位置にある、パンティカパヨンを中心に、ボスポロス王国が成立した。ボスポロス王国の王は、アテナイと密接な関係を持ち、小麦などの産物を供給していた。 歴史家ディオドロスによると、この地域は、紀元前480年から438年まで、アルカイアナクス家が統治していたが、トラキア人の選手、スパルトコスにとって変わられ、彼の王朝が、紀元前110年頃まで続いた。スポルトコス朝最後のボスポロス王ペリサデスゴセイは、紀元前114年、スキタイ人の脅威に直面して、 国会南岸のポントス王国王ミトリダテス6世の保護下に入った。紀元前1世紀、ローマのポンペイウスに敗れたミトリダテスは、コルキスからコーカサス山脈を越えて、ボスポロス王国の支配者になっていた長男のマカレスを頼った。マカレスが非協力的だったためミトリダテスは彼を殺して、ボスポロス王国を支配したが、別の息子ファルナケス2世に殺害された。 ポンペイウスは、ファルナケス2世をポントスとボスポロスの王と認め、タウリカは、ローマ帝国の支配下に入った。ファルナケス2世は、ポンペイウスとガイウス・ユリウス・カエサルとの内戦に、参加して、カエサルに敗れた。力を失ったポントス王国はやがて解体されたが、タウリカのボスポロス王国は、ローマの支配下でその後も、名脈を保った。A.B. 黒川有事。 物語ウクライナの歴史、ヨーロッパ最後の大国中央抗論審社、2002年。ISBN4 から12から10万1655から6。ニシッド BA5838 万1220。ありがとうございます。